一足遅かったか。これが四天王を討ち取ってきた力か。見事だ。あのお方の目的を知りたいと。いいだろう。どのみちもはや貴殿らになすすべはなし。我らの始まりを知るがよい。この世界が闇に沈んで幾星霜。あれほど美しかった世界は混沌と化し、生きとし生けるものは心まで醜い異形へとなり果て、わずかばかりのエーテルを奪い合っている。だがお前たちは違う。己がどのような人間であったか、何のために戦っていたのか、それを忘れてはいないはずだ。この世界を在りし日の姿に戻すことはもはやかなわぬ。だが止まった命を終わらせ、我らを生命へと回帰させることはできよう。そのために向かうのだ、新天地へと。馬鹿げたことを。叶いもしない希望を見せてくれるな。決して世まい事ではない。アシエンなる者によれば、我らの世界とは別に13の世界が存在しているという。時折ささやきかけてくる我らをたぶらかさんとする呼び声は、隣り合った世界からの干渉だ。そして向こう側とこちら側を隔てているもの、次元の壁を破壊することで我らは世界を渡ることが可能となる。つまりは何だ、アチナさんに押し入って世界丸ごと奪おうってわけか。面白そうじゃねえか。俺は乗ったぜ。お前たちはお前たちの目的のため我が計画を使うがよい。私は私の宿願のため、お前たちの力を利用する。我は闇の魔王となりて光さす世界を奪おう。全ての命に終わりという名の救済を与えるために。
そうして我らの計画が始まったのだ。つまりお前たちは第十三世界を捨てこの世界を奪うつもりなのか。いかにも。終わった世界を今更どうこうすることはできない。だが異なる世界を手にすれば状況は変わる。我らは再び尊厳ある生命に戻るのだ。お前は己の意志でゴルベーザに従っていたんだな。力によって服従を強いられたわけでもなく。そうだ、それが私にとっての食材なのだ。英雄タランと志ながらもかなわず戦を止めることすらできなかった自分への罰よ。戦、メモリア戦争を止めようとしていたのか。それなのになぜ新たな戦いを引き起こそうとする。惨劇を伴ってでも誰かが止めねばならないからだ。あの世界の我らの終わりなき堕落を。高潔であろうとし今なおそれを求めながら飢えるままに喰らい混ざり獣へと落ちていく。魂が冒涜され続けどうして耐えられる。わからないな、私には。だがお前たちが救済を歌いながら別の誰かの世界を奪おうとしているのは気に食わない。こっちで出会ったアルフィノやアリゼ、ユルスたちは強さでも契約でもないものでつながっていた。互いのために頑張っていた。こいつだって必要もないのに私を助けに駆けつけたんだ。誰かと何かを成し遂げるならそういうことの方がいい。お前たちとゴルベーザは結局腹を空かせた獣の集まりじゃないか。ならば止めてみせろ。我らが世界の闇に浮かぶ月を目指すがいい。そこにお前たちが求める竜とあのお方がいる。何、そうまでそしられては最後に一つ誠の高潔を成したかっただけのこと。加えて貴殿らならばあるいはあのお方の思いを引き出せるのではないかとな。止まった命を終わらせるという大義名分ではなく、ゴルベーザ様だけが抱えてきた真なる思いを。